ガーデンを監修した原作者の池田理代子さんも出席して、主人公のオスカルとアンドレがデザインされた銅板のモニュメントを除幕しました。オープンしたレオマベルバラガーデンはベルサイユ宮殿の庭をイメージしています。真っ赤に咲き誇るのはその名もベルサイユのバラ。フランスの会社が2012年に手掛けた品種です。他にもベルバラに登場する5人のキャラクターの名前がついたバラがガーデンを彩ります。このバラが好きとか、このバラの香りが好きとか、そういったことを楽しんでいただけるかなと。隣接するレオマローズガーデンでも早咲きのバラが咲き誇っていて、来月中頃にかけて400品種10万本が見ごろを迎えていくということです。